瀬戸雪は、海上自衛隊の練習艦。初雪型護衛艦の10番艦。現在は島雪型練習艦の3番艦。艦名は、瀬戸に降る雪すなわち、瀬戸雪に由来する。なお、艦艇名としては、旧海軍通して、初の命名である。瀬戸雪は、 中期業務見積もりに基づく昭和57年度計画2900トン型護衛艦2219号艦として、三井造船玉の事業所で1984年1月16日に寄港され、1985年7月3日に浸水、1986年12月11日に収益し、第2護衛隊軍第42護衛隊に編入され、佐世保に配備された。 1988年3月17日、第3護衛隊軍第45護衛隊に編入。1988年、1990年、1995年、遠洋練習公開に参加。1997年3月24日、対番号の改正により、第45護衛隊が第7護衛隊に改称。1998年3月20日、 第4護衛隊軍第4護衛隊に編入。1999年8月2日から4日にかけて、護衛艦、白根、とめと共に、韓国富山を訪問。4日から5日にかけて、東、シナ海において、初の日韓共同訓練を実施した。2000年3月21日、第4護衛隊軍第8護衛隊に編入され、提携校も暮れに転籍。 2002年3月6日、呉地方隊、第22護衛隊に編入。2008年3月26日、自衛艦隊の大改編により、第22護衛隊が、第12護衛隊に解消され、護衛艦隊令下に編成がえ。2010年6月3日、和歌山県串本町の貸しの先をきにて、エルトゥールル合奏難事件から120年目にあたる、日に、 洋上追悼式を執り行う。参加者には在日本、トルコ大使のセルメット、アタジャンル、トルコ軍学隊、オスマンパシャのひ孫のオスマンケマル敵田主夫妻のほか、友人親王秋子女王、仁とし坂吉信和香山県知事や田島勝正、串本町長などが参列する。自衛官で、皇室、対外王室に対してのお召し官となった戦後、初めての官となった。 平成23年度予算において5年間の延命予算が要求された。2012年3月14日、練習艦に種別変更され、練習艦隊第1練習隊に編入。2013年3月22日、練習艦としては海上自衛隊初となる女性艦長が練習艦島行きと同じく着任。二千十四年及び二千十六年、 全洋練習公会に参加。2021年2月9日から3月16日にかけて、護衛艦、夕霧及び、練習艦、畑風とともに、第54期一般艦部候補生家庭学生の、概要練習公会に参加する。その参加途中の2月28日には、グアム州辺海空域において、米海軍空母、セオドアル・ウズベルト、巡洋艦、 バンカーヒルと共同訓練を実施した。2021年6月27日、遠洋練習公開中の海上自衛隊、練習艦隊は、2021年4月27日に、事故で沈没したインドネシア海軍の潜水艦、クリーナンガラ402の洋上異例祭を実施した。現在は、練習艦隊第1練習隊に所属して傾向は、5である。ありがとうございます。